はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、和歌山県に来ておりまして、和歌山といえばめちゃくちゃ有名な銘菓があるんですよ。皆さん、かげろうって知ってます？まあ和歌山がね、詳しい方だったら絶対知ってますし、詳しくない方でもかげろうって聞いたことあるよって方いらっしゃると思うんですが、本日はですね、ででんとかげろうカフェという、ここだけ限定、生かげろうがいただけるお店となっております。普段は本当に人気で、平日休日問わずガンガン売り切れるんですよ。ちなみにね、こちらのかげろうカフェさんでは生かげろうのみではなく、もちろん通常のかげろうやケーキなんかもね、販売しておりますので、気になる方はぜひこちらのかげろうカフェさん来てみてください。ひとまずですね、今回いただく生かげろうはもちろん生もの成果でございますので、早速ね、店内に入って一番美味しい状態の生かげろう食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入ってきました。今回ね、いただくのが先ほどご説明した生かげろうなんですけれども、こちらのですね、かげろうカフェさんでいただける生かげろうのラインナップがこんな感じになっております。まあ、基本的にはね、これ生かげろう、普通のかげろうの方にクリームがね挟まったタイプや、こんな感じで和風から洋風からいろいろありまして、季節によってはね、季節限定のメニューなんかもあるんですが、カフェですので、このパスタとかこうサンドとか、まあ、軽食系なんかもございますので、ぜひランチ等にでも、訪れてご飯もね食べてみてください。で、本日ね、僕がいただくのが生かげろう、もちろんいただきます。ただメインはですね、サムネにもございますが、とんでもない量のかげろうをいただくことになっておりますので、お店さんのね、準備ができるまでもう少々待ちたいと思いますということで、ただいまですね、僕の目の前に100本のかげろうが出揃いました。ちょっとね、合成に見えるけど全然合成じゃないです。とんでもない量がございます。ちなみに重さで量はどれぐらい今？ 1.3キロ。こんなふわふわのメーカーで 1.3キロ。すごい量ですね。で、まあ、今回ですね、この100本のかげろうの大食いプラスね、生かげろうをちょこちょこと、いただこうかなと思っております。僕の席から見るともうこんな感じです。見たことがない光景が広がっておりますが、早速ですね、こちらのかげろういただいていきたいと思います。いただきます。そしたら、ひとまずね、1本目ですね。もうね、見てもらったら分かると思うんだけども、ほんとこれとんでもないふわふわなんですよ。一瞬で大バカの一箱がねなくなりますから、これぜひね、皆さんも食べてください。うん、うまっ。あー、これだ。うん、うまっ。半年くらいちょっと和歌山来てなかったから、僕もご無沙汰なんだけど、こっち来るときはね、絶対買って帰る一品ですね。うん、今多分僕が数え間違ってなかったら、これが10本目だと思います。うん、うまっ。個人的にはこのかげろうを食べてるときはブラックコーヒーが好きなんで、これと合わせていただきますね。あー、うまい。あー、うまい。これちょっとね、僕のおすすめなんですけど、ホットのね、あのミルクコーヒーとか、ちょっと甘めのコーヒーとかを用意していただいて浸したりするとね、よりまたうまくなるんで、コーヒー味のかげろうお試しください。うん、今ちょっともう数分かんなくなりました。あれ飛んだ。分かんなくなっちゃう。うまっ。すごい速度で食べてるけど全然減らないね、やっぱり。甘みもしっかりあるんだけど、やっぱ生地が軽いからね、パクパクいっても全然飽きが来ないというか、重たさを感じないですね、やっぱり。ちなみに一番大きい箱で一箱何本ぐらい入ってるんでしょう？45個。そうすると、じゃあ
箱ちょっと分ぐらいここにあるわけですね。まあ、なかなか100本っていうのは僕らも初めてそうですよね。本当に今こんだけ食べて気が利かなかったなと思ったのが、中身は一回も見せてなかったね。かげろうはね、こんな感じでこのふわふわの生地にクリームが入ってる感じなんですよ。でちょっとね、外側が、まあ、シュガーコーティングみたいな感じでほんのりサクッとする食感になってるんで、ほんとね、これは何個でもいける。撮影を始めて10分経たずで一皿完食しそうなんですが、そうそう、生かけろもいただけそうなので、うわーうわー、きれい、ありがとうございます。で生かけろをご紹介する前にこちら一皿完食しちゃいます。うん、うん、ということで、ただいまですね、こちらの大皿一皿完食させていただきました。こちらのね、生かげろ、ぜひね、皆さんに紹介したいと思うんだけど、こちらがですね、先ほどご説明していた生かげろなんですけれども、左からプレーンの生かげろ、続いて黒蜜きな粉にチョコクリームで塩ミルクのこれ4本でね、セットをいただきました。うわふわふわ、ちょっとプレーンからいただきます。うわ、うまい。うん、何度もね、食いに来てるけどやっぱうまいわで、またね、黒蜜きな粉がうまいんですわうまっ。やっぱもちろん通常のね、このかげろうも美味しいんだけど、この生クリームとかが入ってることによって全然変わるね。うまいな。あー、全部うまっ。もうね、すぐこの生かげろうの4種類完食してしまいました。ぜひ皆様、このかげろう自体はシンプルなものなので、ご自宅でもね、こう生クリーム挟んだりしてアレンジしやすいので、自宅でね、ぜひご自身で作る生かげろうも試してみてください。うまいね。例えば確か以前ね、春頃来た時はいちごの生かげろうとか抹茶とかもね、確かあった気がするんだよね。なのでちょっと四季折々ね、多分季節限定結構変わってくるんで、和歌山に来る際にはチェックしておいた方がいいと思います。ちょっとちなみにさ、何本食ったか数字が分かんないので、みんなはね、多分上で見えてると思うんだけど、一旦数えてもいいですか。残り45本なんで、ちょうど一番特大サイズのかげろう1箱分ですねそしたらこれでですね、大皿の2皿目も最後の1本でございます。うん、うまっ。もう気づいたらこちらの残り1皿のみでございますね。あ、生かげろうが、はい、ありがとうございます。ということで、ただいまですね、第2陣の生かげろういただきました。今撮影している12月頃にはちょっとまだ早くて、売ってない期間限定もあるんですが、まずこちらがいちごクリーム、続いてマロン、これね、いちご、これね、見てうまいよね、もううまいで、こちらがキャラメルで、こちらもね、限定でまだ販売しておりません、ね、板チョコというメニューとなっております。第2陣はこちらの5本のセットをいただきたいと思います。実はですね、僕も前回春頃に来た時に3時過ぎに来たので、このいちごクリームが売り切れてまして、やっとね、念願食べれるということで、いただきます。おいしいちょっとこれほんと食べて、このクリームね、甘くていちごの香りしっかりとするんだけど、このね、上にかかってるフリーズドライ、これの酸味がね、ちょうどよくてベストです。これでも100本食えるねちょっと続いてこちらマロンでございますね。もうしっかりとマロンも乗ってて、これ絶対うまいよね。いただきます。うーん、
うまい。でも本当にね、カメローさんのすごいところは和菓子にも洋菓子にもなるところ、これがすごいところよ。うん、ね、本当にあの今僕が絶賛しすぎて半信半疑になってる方もいるかもしれないんだけど、これ一回食べに来て、ちょっと一個言っとくけど、別に今日案件でも何でもないですから、僕が大好きすぎてお願いさせていただいて撮影に来てるので、僕の愛を今日の動画でね皆さん受け取ってください。マジでうまいです。ちょっといちごは一旦置いといて、いっぱいもかけろ食べてるからってのもあると思うんだけど、このねキャラメルの苦さがいいね。コーヒーでも紅茶でも合う。でちょっと板チョコなんだけど、みんなに見てもらおうか。こんな感じで薄い板チョコが入ってて、ちょっとこれねやばいと思う。おふわふわの生地に一番邪魔にならない、ちょうど合う薄さですね。ちょっと皆さんね、これもしこの板チョコ食べたい場合は、このバレンタインデー前後とかがこれ狙い目らしいんで、ぜひね食べに来てみてください。これすごいわ、本当にすごい。ちょっと最後にですね、今いっぱいねちょっと甘いもの食べてるので、このイチゴでスッキリさせてください。おいしい。うまっ。見てくださってる皆様は知ってると思うんですけど、僕ねあんまりこう甘いものが得意じゃないってもう自分でもね言ってると思うんですけど、本当にこれはもう忖度抜きでカットしてるわけでもなく、今日一日ずっと辛い顔一回もしておりません。それぐらいね本当に美味しくて食べやすいものなので、何度も言い過ぎてるとは思うんですが、本当に一回食べてください。もう最後のね一皿いただきたいと思います。うん、めちゃくちゃ可愛い。時々現れるみたいなので、それもね楽しんで来てもらえたらいいなと思います。ということで、もう気づいたらねもうね残り10本でございます。こんだけ食べてても名残惜しい感じはあるんだけど、すっと食べてねごちそうさましましょう。あ、なんか楽しい時間はあっという間だね。ラストに皆様にお勧めしたいのが、かげろうアイスっていう、まあ、アイスもね発売しておりまして、今のところはねもう本当にこのかげろうカフェさんか、この近隣のファミリーマートさん、本当に一部限定で販売しているものなので、なかなかね遠方の方とかは食べるの難しいと思うので、かげろうを買っていただいて家にバニラアイスとかね挟んで食べてみても絶対美味しいんで、皆様ぜひお試しください。でプラス和歌山に来た際にはね本物のかげろうアイスも食べてみてください。あ、すみません、あの催促したみたいですみません。ちょっとね、あのこれアイスもいただきました。ちょっと後ほどね最後に食べてみたいと思います。なんか自分で面白くなってきちゃったんですけど、こんな食うやついないですよね。はい、そしたらですね100本あったあのかげろう、それで、ね、最後でございます。ちょっと最後いただきます。うん、うまっ。締めの前に最後にアイスでございますね。ちょっとアイスはこんな感じで2個入りになってるんですけど、うわー冷たい、うわー美味しそう。まあこれまた締めにさっぱりして良さそうだ。これ最後にねアイスいただきます。うん、今日は撮影なので出してすぐ食べてるんですけど、ちょっと時間置いて半時ぐらいのアイスにするとベストな美味しさだと思います。
ということで本日はですねこちらかげろう100個にアイスのかげろう、そして生かげろうと全て綺麗に完食させていただきました。ごちそうさまでした。締めに話すことがなくなってしまうぐらいいろいろと魅力をねお伝えしてまいりましたが、本当にですね今回は別に案件抜き、ただ僕が好きだからということで撮影させていただくぐらい愛する名画でございますので、和歌山に来た際それ以外でもですね関西の方でとかかげろう売ってる場所いっぱいございますので、見かけたらねぜひ皆様も買ってみてください。生かげろうにつきましてはどうしてもこう生ものになってしまうので一日のね数量が限られてきてしまいます。生かげろうが食べたいお客様はですねできる限り早めの時間帯にご来店いただければ好きな種類を食べられるかと思います。季節限定もたくさんございますのでぜひ皆様この生かげろうもねこちらのカフェで食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらは概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。